アンドロイドタブレット端末の例コンピュータにおけるタブレットあるいはスレート PC とは板状のオールインワンコンピュータやコンピュータ周辺機器に与えられるカテゴリー名称である。本校では主に携帯機器としてのそれを説明する。タブレットに書き取りをして勉強する子供らペンタブレット普及し様々な場所で使われるようになっていった iPad 古代から文字や図を書き読むために 粘土板や石板や木の板といった板状の器具が利用され、これらはタブレットと呼ばれた。現代においては、形状の類似性から8ビットパソコンの時代から、コンピュータに関連する分野において、ポインティングデバイスのうち、板状の形態のものが、タブレット、あるいは操作するための専用のペンを必要とすることから、ペンタブレットと呼ばれている。また、タブレットとは呼ばれなかったにせよ、 また当時の技術的限界もあってそれほど強力な処理能力を備えてはいなかったが、板状の筐体にディスプレイと操作を入力するためのボタンなどを備えた電子機器や特殊な携帯のパソコンとしてのタッチパネルを備えた機器は存在していた。しかし2002年に板状筐体にパーソナルコンピュータの機能をすべて盛り込みオールインワンとしたタブレット PC が発売され、タブレットの子は コンピュータ周辺機器としてのみならずデスクトップパソコンやノートパソコンのようなパソコンの位置形態としても用いられるようになっていった。この板状のコンピュータは本体に CPU およびメインメモリや補助記憶装置といったコンピュータとしての主機能から表示装置及びタッチパネルといったユーザーインターフェースも組み合わせた携帯機器であるが この当時は口実するような特殊な用途向けパソコンとしての性格が強かった。しかし2010年にアップルから iPad がさらにこれに続くように各社から高性能で様々に利用できるタブレット形態の携帯情報端末が一般向けに数多くリリースされ一大市場を形成するに至った。これらはタブレットコンピュータと呼ばれたり、 インターネットを含むコンピュータネットワーク上のサービスを利用するための端末としての性格からタブレット端末とも呼ばれている。2011年以降、工述するような一大市場を形成するに至ったタブレットコンピュータは板状の筐体の中にコンピュータ本体、入力機器としてのタッチパネル、表示装置としてのディスプレイやスピーカーなどが内蔵され、それ単体で 情報処理能力及び直感的で操作しやすいインターフェースやアプリケーションを持ち、また必要に応じてユーザーが自由にアプリケーションを導入することで様々な利便を提供する。2016年現在では既存のタブレットコンピュータにさらに付加価値を加えるべく、ワンセグやフルセグ受信機能といったテレビ受蔵機の機能やお財布形態を含む 様々な機能を追加した製品も発売されており、スマートフォンを大型化して、タブレット端末との境界が曖昧化した、ファブレットと呼ばれる製品も出回っている。業務用、タブレット PC、パナソニック CFU1。ラグドコンピュータと呼ばれる、ハードユースタイプ旧来より、タッチパネル PC に代表される、 特殊な用途向けのパーソナルコンピュータが存在してはいたが2010年頃よりは iPad をはじめとして講述するような一般向けの製品が登場し利用者数が一気に増加さらに2011年には様々なメーカーから Android を搭載した製品もリリースされるようになり同年はタブレット端末元年などとも呼ばれているこういった機器は携帯に向く上で 薄型軽量である必要があるが、旧来では、技術的限界からそれほど強力なコンピュータとすることはできず、先に挙げた、タッチパネル PC のように携帯性はあるが、思い上に極めて高価な製品であったり、Amazon Kindle のように機能も用途も限定的であったり、あるいはスマートフォンなどの小型携帯機器であるため、画面が小さいなどの制約を有した。 また電子手帳から携帯情報端末のようにつつましいコンピュータ。しかし2010年頃から市場を賑わせるようになっていったタブレット端末では比較的大きい画面を備え様々な処理が可能でありまたソフトウェア的な拡張性も高いものと位置づけられる。Google Chrome OS の開発においては5から10インチのディスプレイを持つものと定義している。この大きさは紙の寸法では 英語 A7 にあたる iPad と iPad Pro 今日タブレット端末と呼ばれるものではインターネット端末として移動体通信サービスや無線 LAN 経由で接続し様々なクラウドコンピューティングのサービスを受けられたりそれ単体で様々なアプリケーションソフトウェアを実行したりあらかじめオペレーティングシステムに組み込まれたり任意にインストールされたプレイヤーソフトウェアを介して デジタルメディアプレイヤーとして利用できる製品が見られる。こういった用法は2008年に爆発的な流行を見せたネットブックに重なるところであり、ネットブック、さらにはノートパソコンの市場を侵食している。なお、iPad をはじめとした、こういう製品が売れている背景として、従来にはなかった新しい製品だという見方も存在する。これらは必要ないのに、 なぜとみなされながらも、ユーザーが、その利用方法を探り、様々な分野で利用されているためで、玩具やテレビの代わりに視聴する、もの医療機器、メモや、授業の内容を書き留めるノートなど、極めて広い範囲で利用されていることも指摘されている。こういったタブレット端末の流行も、追い風となって、先駆的な分野である、タブレット PC でも、ノートパソコンで進行する、ウルトラモバイルなど、 薄型筐体の製造技術を取り入れた、廉価で薄く軽い一般市場向けの製品も登場しており、これらも2012年初頭現在のパソコンショップ店頭を飾っている。なお、こういった薄型の端末は携帯性が良く、また無線 LAN の通信機能を標準的に備え、携帯機器向けのアームアーキテクチャを採用する機種では、ノートパソコンと比べてもモバイル環境として、 バッテリーの持ちが良いや、すぐ起動するなど即応性に優れるなどの利点もあって、モバイルブロードバンドなど、移動体通信との相性が良く、しばしばインセンティブ制度を導入しての端末や、通信機器の価格を割り引いた販売も見られる。ペンセプトペンパドや CIC ハンドライターなどの初期のタブレット型コンピュータに続き、1989年9月に、 グレッドシステムズは世界初の市販タブレットコンピュータであるグリードパドを発売した。グリードパドはサムスンによって製造された。これら3つのタブレットの OS はいずれも MS DOS をベースにしていた。1990年にはソニーから世界初の電子ブックリーダー機能を備えた電子辞書としてデータディスクマン DD-1 が1993年には NEC から モノクロ液晶画面のデジタルブックプレイヤー DBP1 のような実験的な製品が販売されていたが DD-1 はキーボードが実装されたものでタブレットと呼べるものは DBP1 だったがいずれも単発内し単米の製品で終わっているこれらはテキストファイルを液晶画面に表示するようなもので DD-1 は内蔵 8CMCD ロムドライブから DBP1 に至っては、外付けの3.5インチフロッピーディスクドライブからデータを読み出して利用した。なお、電子辞書端末は、その後は記憶装置を CD-ROM からフラッシュメモリに置き換えたものへと変化していき、2010年代においても多機能化を続けながら、市場を維持している。タブレット型のコンピューターは2002年より、マイクロソフト社より、 マイクロソフトウィンドウズ XP タブレット PC エディションを搭載したものが発売されたが、当時としてはまだデスクトップ機種よりも割高感が抜け切っていないノート PC 一般に比べても高価格で2002年末当時の価格で主に25万円以上という水準であった。そのため、ポータブルデータターミナルのような業務用途、ビジネス用途など限られた分野でしか普及しておらず、 一般への浸透はごく限られたものだった。この当時、通信機能がある多機能型の携帯端末としては、ノート PC とフィーチャーフォンが主流を占めており、すでに乱熟期にあった携帯情報端末は通信機能がないなど PC の代用にはならなかった。またデジタルメディアプレイヤーのような機器は、まだ末置き型のセットトップボックスのような機器があるだけで、 携帯型のものは登場していなかった。そして、いずれの製品もタブレットの携帯はしていなかった。タブレットコンピュータの例、薄い板状のコンピュータが特徴。電子書籍閲覧用端末としては、2003年に、松下電気産業のパナソニックシステムソリューションズが、電子ブックプレイヤー、シグマブックが登場しているほか、ソニーのリブリエやアマゾンキンドルが2007年に、 リリースされているが、これらは主に専用形式の電子書籍データを閲覧することを目的とし、それ以外の機能は持たないか限定的だった。画面はモノクロであり、消費電力が少ないという利点こそあったが、今日のタブレット端末に比べ非常に狭い機能に特化していた。2010年に入り電子書籍の閲覧をメインとしながら機能を拡張した。 第3世代 Kindle やシャープのゴラッポゴスが発売されている。同年には iPad が発売され、当初こそ iPod Touch、iPhone の延長として iTunes ストアをコンテンツホルダーに様々なコンテンツが楽しめる大画面デジタルメディアプレイヤーのような位置づけだったが、次第にユーザーを増やすとともに、App Store 経由でリリースされるアプリケーション実行環境を備えたこの製品は、 様々な利便性をユーザーに提供する。ほぼ同時期にはスマートフォン用に開発された Android や Blackberry OS を搭載したタブレット型の機器が相次いで発表、発売されるようになってきており、2011年にはこういった機器が多数リリースされるようになった。2012年現在の時点においては携帯電話の内スマートフォンなど 携帯機器向けのオペレーティングシステムを流用した製品とパーソナルコンピュータ向けの OS を流用したものが見られる。以下に挙げるのは携帯機器向けの OS である。2013年6月現在においても同市場は急激な拡大の一途図をたどっているが、一方で急成長と低価格競争から企業利益への悪影響も懸念されている。これらは軽量症電力性を重視する。 市場傾向からアームアーキテクチャを採用した機種に偏るが2013年初頭まで最大シェアを占めていた iOS を採用する iPad 以外で主要な OS となる Android タブレットは複数メーカーから似通った製品がいくつかの同じような価格帯でリリースされる。なお2013年第1四半期に iOS を追い抜いて最大シェアを得た Android を搭載した機種では 低価格帯の機種と中級機種と高級機種とに分かれる傾向があり、例えば日本においてダタブが1万円未満であることなど一部の例外を除き2万円から5万円程度で入手可能である。PC、a t 互換機の延長にあるパーソナルコンピュータのアーキテクチャを採用し Windows 8を搭載した機種もあるが、高密度実装などのコスト高から普及価格帯に位置する 基本性能のみ備えたノートパソコンに比べて高額となる。ただし、マイクロソフトが2014年5月に一定の条件を満たした製品に対して Windows 8.1 with Bing のライセンスを無償提供することを発表してからは Android の中級機種と同等の価格で販売される製品も登場している。Windows RT 系列を搭載した機種の価格は Android ハイエンドクラスの機種に近い価格帯で推移している。ありがとうございます。